羽田空港と成田空港には連休を海外で過ごした人たちおよそ9万人が今日1日で入国する見込みです。入国のピークを迎えた羽田空港には大きな荷物を持った人たちが次々と到着しています。プールでいっぱい泳ぎました。帰ってきて嬉しい気持ちもあるけど、ちょっとまだ耐えにいたいなって気持ちもある。美味しかったもの、自分辛いものが結構好きなんで、トムヤムクンとか、明後日から仕事も始まるので頑張ろうかなというふうに。全日空と日本航空によりますと、今年の国際線の予約数は前の年に比べておよそ 1.1 倍となりました。今年のお盆休みの旅行先はハワイに加え、韓国やベトナムなどのアジア方面が人気だったということです。羽田空港は今日が入国のピークでおよそ3万4900人、成田空港ではおよそ5万4100人が到着するということです。